キチャンネル初戦勝利。はい、ということで、東京オリンピック、2020大会、野球予選初戦、終わりましたね。日本対ドミニカ共和国、結果はですね、4対3で日本のサヨナラ勝ちということでね、まず初戦勝ちましたけども、まあ内容はねこれから解説しますけども、まあ結果としてはね、一番稲葉さんがね、稲葉監督がほっとしてるんじゃないですかね。もうだいぶね先制されて、リードされてる時は、険しいね、表情もねなってましたしね、ちょっと雰囲気もね、暗くてですね、9回裏になってやっとベンチもね盛り上がってきたかなっていうね、状況の中で、4対3のサヨナラ勝ち。まあね、予選リーグね、まあ3チームずつで AB グループに分かれてますけども、まあね、A グループは日本、ドミニカ共和国、そしてメキシコ、ね。で、B グループは、アメリカ、韓国、そしてイスラエルっていうところでね、まあこの予選リーグ、まあ全敗してもね、決勝トーナメントに出れるっていう謎の、大会ルールの元があるんでね。まあ正直ね、勝てば勝つだけで、まあいいトーナメント表出れるんですけど、まあ全敗してもね、決勝トーナメントに出れるっていうところでね、まあ見てる方としてのは、見てる方としてはそんなにね、緊張感なく見てましたけどね、まあやる方としては、やはり初戦からね、落とせない。ね、このメンバーでは全勝でね、金メダル取るぞっていうね。まあ前日ね、ソフトボール女子がね、金メダル取ったんでね、やっぱり野球も負けてられないっていうところでね、まあ緊張感ある中で稲葉監督がね一番ホッとしてるんじゃないのかっていうところでね、まあ試合をね振り返っていきたいと思いますけども、まあね、日本の先発は山本、そしてね、ドミニカ共和国の先発は、ジャイアンツのね CC メルセデスっていうところになりましたけどね、日本のオーダーはね、1番指名打者山田哲人で、坂本、吉田、鈴木誠也で、浅村、柳田、菊池で、村上、そしてキャッチャー甲斐って言ったね。まあ、ほぼほぼ、楽天戦でのね、強化試合の、メンバーがね、まあ、スタメンで、出たかなっていうところもありますけども、まあね、開始早々、山本ね、立ち上がりやっぱりね、ちょっと緊張感あったかなと。ちょっと制球もね、ちょっと乱れがちになったり、ちょっと抜け球もあったり、まあさすがにね、オリンピック初戦っていうところでね、ちょっと緊張感もありね、硬くなったかなっていうところもあって、まあね、デッドボール、ね、センター前デッドボールとワンアウト一塁でね、ピンチ作るけども、まあジャイアンツにいたね、フランシスコをね、セカンドゴロ、4-6-3のダブルプレー取ってね、このピンチを防ぐ。まあなんとかね、あそこ一本打たれてるとね、またバタバタってなったかもわかんないですけども、あそこをね、しっかり抑えたことによって、まあ徐々にね、状態も、上がってきたかなっていうところもあるんで、でもやはりね、さすがの山本も、初回ね、やっぱり緊張感あったかなと。ちょっと硬かったかなと。山本らしくない、この制球のね、乱れ具合っていうのはね、あったかなっていうところはありますけども、まあ結果から見るとね、まあ山本、6回、88球、2安打、9三振、1四球、1デッドボール、だから2四球ですね。で、まあ無失点と。まあ結果で、立ち上がりはね、ちょっとバタバタってしましたけど、尻上がりでね、コントロールも良くなりましたし、対角線のボールっていうのも素晴らしかったですし、カーブで緩急つけたっていうところもありますし、非常にね、立ち上がりちょっとバタついてね、緊張感ありましたけども、2回以降はね、しっかり立て直して、本来のね、ピッチングができたんじゃないのかなと。完璧なピッチングだったと思います。まあ、その中ですね、まあ、佐々木が感じたこと、ね、6回終わってね、7回から、青柳がね、リリーフで出てきたんですけども、交代なんやって正直思いましたね。山本めちゃくちゃ尻上がりで良くなって、本当に良くなって、で、まだ0対0で引き分け。球数も88球。まだ投げさせてもいいんじゃないの、変えなくてもいいんじゃないのってね、正直思いましたけど、まあその後ね、青柳が2失点するんですけど、ここどうなんやろうっていうね。だからまあ、一つの考え方としては、さっきも言ったように、2敗しても決勝トーナメントに出れるんで、まあそこまで球数を多く投げさせなかったのか、ね、っていうところもありますけども、この1試合を絶対勝ちに行くっていう判断のもとだったら、青柳がね、打たれたから言うわけじゃないんですけども、もうちょっとね、山本を引っ張っていくっていうね、先発良ければ引っ張る。で、次の試合メキシコ。まあメキシコは山本投げない。で、その後の8月4日、本戦のね、1-1通過になると、そこが1試合目になるんだけども、そこで投げたとしても、中6日。あるっていうところと、多分そこで山本は投げないんで、その後のね、この準決決勝ぐらいを見据えてると思うんで、そう考えても
あそこは続投で良かったんじゃないのかなと個人的に思いますね。で、その後ね、ドミニカ共和国打線にね、打たれるんですけども、やっぱりそこがね、一つのポイントっていうか、まあここがね、よくね、その大会前でも国際大会始まるとね、アンダースローとかサイドスローの棒ね、投げる球はね、海外勢に有効やとかね、国際大会向きやってよく聞くんですけども、正直ね、そんなことはないんですよね。それは渡辺俊介を WBC2006 年で受けた時も思ってて、まあ今回はね、1巡目でもちょっと捕まりましたけど、1巡目はね、抑えられたとしても、やっぱり慣れてきたらやっぱり対応してくるんですよね。やっぱ国際試合、海外のね、バッターっていうところは、初見殺しっていうところはあるんですけど、まあその中でね、まあやっぱりあの、青柳のね、いいところっていうのは、シーズン中にも投げてましたけど、あの、ツーシーム進化系、やっぱりそれを軸にして、対角線にスライダー、もしくは左バッターへのアウトコースのスライダーで緩急をつけていく。で、その、あんまり偏らないように、対角線のストレートも使いながらっていうところになりますけど、やっぱ困ったらね、やっぱツーシーム、シンカー系を投げていくっていうのが、まあ本来のスタイル。でもですね、まあドミニカ共和国打線、まああの日本人と違ってですね、やっぱりね、海外勢の特徴としては、やっぱ大きなステップは取らない。ほぼノーステップ。ってなった時に、やっぱ合わせるの上手かったですね。合わせる形が上手くて、7回のね、タイムリーを打ったキャッチャーのね、バレリオ。バレリオもね、下半身の動きほぼなくて、で、合わせて、しっかり左中間へっていうところがね、まあ、初見でもしっかり合わせてきたなっていうところもありますし、6番のね、メヒアのセンター前っていうところもね、しっかり合わせてきたっていうところもあるんで、やっぱりこう、大きなね、こう、動作を取る選手には対応、いい形でね、投げれたかもわかんないですけど、そこはね、ちょっとドミニカ共和国打線の方がね、まあ上だったかなっていうところはね、ありましたね。でも結果的にやっぱりあそこはね、変えなくてもよかったんじゃないのかなって正直思います。青柳がね、打たれたから言うわけじゃないです。でね、7回裏。で、ここでね、2点取られてね、ちょっと重苦しい雰囲気だったけども、まあ先頭のね、浅村がしっかりセンター前に出て、この柳田のね、打った瞬間行ったかなと思いましたけど、レフトフェンス直撃のツーベース。で、ここでね、ピッチャー変わって、カスティーヨね。このカスティーヨっていうピッチャーは、この1回だけ見ましたけど、右バッターへのインコースのストレート、ツーシーム系を投げて、アウトコースへのスライダー。これが多分ね、投球パターンなんですよね。で、そこをね、菊池、初球ね、入りインコース見せられて、あとはね、スライダーっていうところで、まあ初球になってくるとね、その初球のストレートがね、菊池も結構気になったかなと。で、最後ね、スライダー、ボールからボール出したけど、振ってしまった。あれはね、やっぱり初見の対応っていうのがなかなかね、見ていけないところがね、あの三振に繋がったかなっていうね、これがね、初対戦の難しさっていうところもありますけども、その後ね、村上のファーストゴロでね、1点取った。まあ、ここね、1点しか取れませんでしたけど、ここをね、しっかり1点取れたっていうところも大きかったですね。でも全体的にはこの打線で言うとね、このメルセデスのね、いいピッチングで結構完璧に抑えられたかなと。この対角線のね、ストレート、非常にいい形で投げて、でカーブスライダー低めに決まって、逆対角線、右バッターへの左のね、ストレートツーシームっていうところも決まったんで、なかなかね、侍ジャパン打線が仕留めきれなかったんですけど、まあ今日のね、試合展開見てても、やはりこのドミニカ共和国、メルセデス以上のピッチャーはいないですね。解説のね、宮本慎也さんも言ってましたけど、あ、そうです、皆さん、SNS 上で、解説、里崎、間違いすぎです。声聞いた瞬間に、宮本慎也さんってわかるじゃないですか。どんだけネット SNS 上に、里崎解説で草とか、なんとかんとかで言ってるっていうのね。あれは全部宮本慎也さんです。里崎は今日日本放送の中で民放統一番組の作りでずっとお昼の12時から今もそうですけど、夜まで日本放送の中にいます。皆さん、そこ、勘違いしないでくださいね。声聞いただけで一発で分かった里崎って分かってないじゃないかよ。まあ、里崎じゃないっていうね。まあ、その中でね、シアさんもね、言ってましたけど、やっぱりメルセデス以上のね、ピッチャーいないっていうところで、リリーフに行くにつれてね、質が下がっていくっていうところをね、しっかり仕留め切ったっていうところもね、まあ、素晴らしかったですね。で、その中でね、まあ、ポイント、なったところは、やっぱり8回の裏ね、山根哲人が先頭でね、7球粘ってフォアボール。で、坂本がね、ここ見事送りバントを決めるんだけども、ピッチャーのね、ディアス。これね、クイックできない。もう明らかに。あれはね、盗塁でよかった。送りバントもったいない。あれ山田がね、普通に、下半身のコンディション不良じゃなくて、普通に走れるんであれば、あれ盗塁できる。だからもし今度ね、対戦する機会があったら、ああいう場面でね、バントはいらない。もうね、盗塁。ね。って言うと選択がいいかなと。で、そこでね、坂本バントして、で、次吉田正尚がね、こうレフト前ヒットで、山田がね、三塁回って本塁アウトになるんだけども、ここで、やっぱり、問題点。一つ。ね。三塁コーチャー。ね。焦りすぎ。ね。一点差っていうのもあるけども、このね、ドミニカの、レフト、ミーゼス。ミーゼスの、その、型、送球力をどこまで知ってたかっていうところが、ちょっと疑問だね。正直、そこまで知らなかったんじゃないのかっていうね。めちゃくちゃ強肩。
で、コントロールもいい。っていうところで、本塁タッチアウトになるんだけども、ワンアウト、二塁、三番吉田がヒット、次四番鈴木誠也、2対1の同点。そんな無理するところだったかなっていうね。あそこは、正直ね、まあ、結果論なるけども、そんな焦って回す必要なかったんじゃないのかなと。4番の鈴木誠也、あれが2アウトだったら絶対こうだね。でもし2対2同点とかでも行ってよかったかもわかんない。でも1点差で負けてるっていうところは、あそこはね、8回裏、そんなにね、焦る必要はなかったんじゃないのかなと。正直、ストップでよかった。外野のね、このレフトのミーゼスの送球力、肩の力、どこまで知ってたのかなっていうところはちょっと疑問だね。で、その中本塁アウトになるんだけども、やはりね、あそこでやらなきゃいけないのは、このサズザキチャンネル、恒例のね、ホームのクロスプレイは、走者、ヘッドスライディングなんだよ。絶対。足から滑ると、このタッチプレイも、足から滑って、体が起きてるから、肩ら辺にタッチされて、アウトになったわけだよね。まあ、リクエストになって結局アウトだったけどもね。で、あそこをヘッドスライディングだったら、キャッチャー、あの高さでアウトできないから、若干沈み込まんで、しゃがんでタッチしなきゃいけない。で、そのしゃがむ間に山田哲人の手が多分ホーム触ってたと思うんだよね。だからそこを考えると、ホームはヘッドスライディングよ。これはもう絶対なのよ。足から滑って、いいことはないぐらい、クロスプレーは。そう考えると、やっぱあそこはヘッドスライディングね、してもらいたかったな。それでタイミングギリギリアウトかセーフかなっていうところだったんで、やっぱホームはね、ヘッドスライディングするべきかなっていうね、いうところはありますね。でね、9回、8回表のね、平、ね、ヒットは打たれましたけど、いい形で抑えてんで、9回ね、栗林。だからね、日本の投手陣、山崎康明もそうだけど、ちょっと全体的に高いね。危ない。やっぱ高めはね、力あるからで、ね、その、ホームランならなかったか良かったけども、結構やっぱりね、危ないね。まあ、日本のね、選手たちが打ったのも全部高めだからね。そういった意味でやっぱり日本のピッチャー陣もやっぱもうちょっと低めに抑えて、この9回ね、出た栗林も、やっぱフォークもストレートも高いね。で、低めに行ったやつは抑えてるんでね、もうちょっとね、投手陣意識してね、低めに抑え切ることが必要。回はね、しっかりブロッキングね、してくれるから、そのブロッキングを信じてね、しっかり低めに投げ切っていかなきゃいけないかなとね。で、その中でね、ヌネスにね、あの、セーフティースクイズ、おーと思ったね。うわセーフティースクイズを三河共和国もやるんだってね。まあ、ファールになったけど、うわぁ、と思ったね。うん、結構うまかったしね。でも、その後ね、こう、落ち切らずね、右中間抜けて、タイムリー打たれて。でね、その後ね、このワンアウト二三塁から、ポニファッシオ。で、ロドリゲスをね、しっかりね、連続三振取れたのはね、大きかった。ここでね、もう一点取られたら、ひょっとしたらサヨナラになってなかったかもしれないしね。その後ね、しっかり抑えたのは、栗林としては、OK。ね。その代わり、それをね、最初からやろう。ね。まあ、初戦勝ったんでね、これ、いい意味の反省して、投手陣はね、低め、しっかりね、やっていこう。ね、回のブロッキング信じて、ね。で、そのね、9回裏にね、サヨナラになるんだけども、ワンアウトからね、やっぱ勝負を分けたのはここ。勝負を分けたポイントはここでーす。ね、柳田のファーストゴロをね、ピッチャーがベースカバー行かないで内野安打にしてしまう。あれ普通にね、ピッチャーがベースカバーに行ってたら2アウトで、多分あのまま試合終わってたと思うね。で、このね、守備のミスをきっかけに、代打ね、近藤、菊池に代わって、これがね、ライト前、近藤グアーツ。ね、非常にあのヒットはね、大きかったね。で、その後にね、村上。ね、ちょっと高めに言うと、ツーシーム系かな、チェンジアップ系かね、こうインコース来たやつは見逃してね、ちょうど打てる、ね、甘め、アウトコース甘め高めに来たやつをね、しっかりライト前、振り切って、で、1、3塁になって、でね、回、ね、あの、ダイソー健太がね、ファーストになって、まあこれはもう絶対ね、セーフティースクイズやろうってね、最初から。で、初球ね、セーフティースクイズ、空振り、バーッと一発で決めなきゃね。で、まあ2回目にね、2回続けたって成功して。でね、ドミニカ共和国のファーストね、このバティスタね、あの、全く間に合わないのにホーム投げて、で、ランナー残って、で、山田がね、センター前。で、坂本がね、最後、サヨナラヒット打つんだけど、この坂本もね、ピッチャーこの、マリニエスに代わって初球を打ったことが素晴らしいね。やっぱ初見のピッチャーっていうのはなかなか難しいところあるのに、それをね、初球からしっかり振りに行ってセンターオーバーのね、サヨナラヒット。こういったところの積極性っていうのは非常に素晴らしかったなと思います。で、今日のね、反省点としてはやっぱ反面教師にしなきゃいけないんで、そういったね、ドミニカ共和国は正直最後自滅。ね。このファーストがベースカバー行かなかったら、これによって失礼。セーフティースクイーズもある。フォアのままファースト投げとけば、ひょっとしたら同点のまま終わってタイブレイクっていうところになったのに、無駄にホームに投げて、やっぱ雑だね。野球がね。やっぱりね、いつも WBC とか、このオリンピックもそうだけど、全体的に見てても、まあソフトボールもそうだったけど、ソフトボールの女子もね、ノーエラーだったと思うんだけど、日本のね、野球、ソフトボールも含めて、やっぱりね、これがね、野球とベースボールの違いよ。でも野球はね、細かくてミスも少なくて、やっぱりそういったところをちゃんとやるところが、
野球。やっぱりね、ビッグベースボールになりがちなのは、その趣味の判断力とか雑だね。やっぱりね、このラテン系のノリで、乗らせれば強いけど、ああいったね、卒のあることをやるから、まあ日本としてはね、そこをついていけるっていうんだよ。これ逆の立場になるとね、日本は今後の戦い、ああいったね、ミスをしっかりしないように、できることはしっかりやって、その無駄な一点をしていかないっていうところがね、重要だった。だからそういったところはね、反面教師にしなきゃいかないのかな、というふうに思います。ということでね、結果、4対3で、侍ジャパンの勝利になりましたけども、まあ反省点はね、結構ありましたけども、しっかりその中でね、サヨナラ勝ちできたっていうところはね、非常に大きかったと思いますし、そうやってね、相手のミスをついて、今度のね、メキシコ戦も戦ってもらいたい。まあ一番ね、ホッとしてるのは稲葉監督だと思いますけども、まあね、コーチャーの判断とか、いろんなことも含めて、反省することはしっかり反省して、今度のね、土曜日のメキシコ戦の試合ね、また思いっきり戦ってもらいたいと思います。女子ソフトボールの金メダルに続け、侍ジャパン、悲願の金メダルを目指して、まずは1勝。ね、佐々木智也、総チェック終わりです。頑張れ日本！